8月11日に行われたパリ五輪女子マラソン。日本勢からは鈴木ゆか選手24が6位入賞を果たしたが、テレビ中継での増田明美60の細かすぎる解説が賛否を呼んでいる。写真あり、増田に交際相手の存在を暴露された市山真央選手84年ロサンゼルス五輪で日本代表として出場した増田 引退後は解説者として活躍しているが、独特の解説はたびたび注目されている。そんな増田はこの日の解説でも細かすぎる小ネタを次々に披露。鈴木選手に関しては、優香さんの中学の時の作文の題名は、走り抜いた夏なんです。絵のうまさといい芸術的な素養があるんですとコメントした。モンゴル代表選手については、 モンゴル国際草原マラソンで優勝しているんですが、優勝商品は馬一頭だったそうです。フランス代表選手については、学校の先生になる予定だったが、五輪に出るために1年延長してもらっているそうです、とも語ったスダ。選手たちがパリ8区に位置するマドレーヌ寺院を通過する際には、お菓子のマドレーヌと関係があるんでしょうかね、こっちはお菓子が美味しいですからねとパリの街並みにも言及した。 マスダの細かな知識に対し、X 上ではこんな声が。マスダ・美さん、言葉がとても感じがいいし、トーンも柔らかいし、下調べというか取材がしっかりしてるし、素晴らしい解説者だな、マスダ・美の解説毎回いいね時々不思議な情報もあるけれど、わら、各選手の下調べがすごいので聞いていて飽きない。一方で、 マラソンとは直接関係のない情報が邪魔だと感じる人も少なくないようで。マスダ美アケミ本当にうざい、今やってるレースの解説をしてください。できないなら黙れ。マスダ美アケミさん、もう少し走りに関する解説を。ドラ焼きとか、出身とか、小賢しい情報をいらんよ。そして、話が長すぎる。マラソン女子は見たいけど、マスダ美アケミさんの解説にずっとイライラする。 個人情報をベラベラ喋るのは解説じゃないよ。実況だけで良いわ。マスダは21年の東京五輪に際して、日刊スポーツのインタビューでこう語っている。長距離は、ここぞの場面で人間力が出るでしょ。だから、この選手はこういう人で、こんな試練を乗り越えてきましたとか、人の背景を伝えたいと思っているんですね。どんな人かわかれば、 テレビの前の人も応援したくなるかもしれないですし、21年8月7日配信、スポーツ指揮者は言う。増田さん自身、選手の人となりが伝わるような解説を心がけているということですし、これは他の解説者とは異なる個性でもあります。しかし、東京五輪でも一山麻緒選手、27、について交際相手の存在を暴露するなど、 選手のプライベートな内容を躊躇なく語り賛否が分かれることとなりました。スポーツ指揮者、後日、一山を指導する監督から、しこたま叱られたと明かしていたマスダ。細かすぎる解説、に対する批判は本人も自覚しているはずだが。